おはようございます。日本で無職になり、社会のレールを踏み外してしまい、ニューヨークに逃亡してきました。無職の TK です。現在ニューヨーク逃亡生活12年目。今日は夕食に家でホルモン焼きをしようと思うので、どうぞ最後までごゆっくりお楽しみください。早速父親から LINE が届いたので読んでいきましょう。無職の TK の人生遍歴で一番にやりたい職業があるなら、能力をつける努力と挑戦してみる気力はありませんか？どうですか？いろんな情報を検索して真似をする、学ぶことから参考までに人生楽しく生きよう。父親からの LINE でした。おいら自分探しを40年間やり続けています。地獄です。ドリップコーヒーを作ります。皆さんもご一緒に。おいしくなーれ、おいしくなーれ、萌え萌えキュン。トマトをカットしていきます。フライパンで焼いたラップを並べます。アボカドを剥いていきます。妻が起きてきました。ここからは妻のアシスタントに徹します。トマトです。マヨネーズ入ります。アボカドです。マヨネーズ入ります。ハムエッグ、チーズが乗ります。ヨーグルト入ります。妻が使い終わった材料を冷蔵庫にしまっていきます。コーヒー取ります。コーヒー前通ります。妻が使い終わったレタス、牛乳を冷蔵庫へ戻します。おはようございます。乾杯。ほぼ毎日同じ内容のラップサンドイッチです。いただきます。朝ごはんを食べたばかりのジボンがまだ何か食べたいとせがんできました。無視します。まんまと罠に入りましたね。無職の TK、 無理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 。調子に乗りすぎたのか、鬱が悪化しました。完全に落ちています。今日一日何もやる気が起こりません。絶望します。触らないでキモい。チャンネル登録してね。まだ目に力は戻りませんが、妻に連れられてうつ治療に出かけます。行こう。まずは妻のお手本を見ます。肩のトレーニングのようです。自分の番が来ました。やってみます。もう一つ肩のトレーニング、
サイドレイズをやります。うつ治療の帰り道です。気持ちがいいですね。うつ治療の帰りにホールフーズで買い物をしてきました。アルグラサラダ470円、イースト855円、キューピーマヨネーズ827円、ヨーグルト1141円、ローズマリー427円、モッツァレラチーズ770円、ハム713円、クリームチーズ1つ755円、小麦粉1384円、フルーツグラノラ670円、アイスクリーム1141円、昼食は近所のインドカレー屋さんからテイクアウトしてきました。とても美味しいです。昼食後に妻の趣味であるベーキングが始まります。オリーブの埋め込まれたパンを焼いているところです。続いてメロンパンを焼いていきます。メロンパンがたくさん焼き上がりました。これを路上で売るとか売らないとか。オイラはカレーを食べた後すぐに寝入ってしまいました。糖尿病苦手です。おい許さねえぞ。起こされたので朝から溜まっている食器を洗っていきます。大変お待たせしました。牛の内臓が宅配便で送られてきました。日本ではこのような焼き方はあまりしないと思いますが、見ていきましょう。まず全ての内臓をフライパンに並べます。12時の位置にあるのがハツ、心臓と蜂の巣、第二胃袋。中央にあるのが小腸、マル腸と呼ばれているそうで、7時の位置にあるのが日本ではあまり食べられていないギアラ、第4胃袋。そして10時の位置にあるのが大腸、シマ腸と呼ばれているそうです。こちらはお店であらかじめ調理されて送られてきたホルモンです。甘いタレに使っています。本日注文したお店がこちらです。概要欄にお店の URL を貼っておきます。こちらは大腸タレ一番好きです。こちらはハツ、いただきます。火の通った小腸をハサミでカットしていきます。ガーリックパウダーを振っていきます。小腸が焼けたようです。いただきます。久しぶりのホルモン、美味しかったですね。シャワーに入ってきました。
お昼に焼いたメロンパンをおやつとして食べたいと思います。お疲れ様でした。いただきます。冷たくなったら普通のメロンパンやな。空気読め。やっぱ出来たてって2倍うまいよな。ダメだこりゃ。ニオ、今日も一日お疲れ様でした。ここまでご覧いただきました皆様、本日もご視聴ありがとうございました。 YouTube が気に入っていただけたらグッドボタンよろしくお願いします。それではまた来週金曜日の夜7時にお会いしましょう。おやすみなさい。